はい、皆さんこんにちは、ワンダルグリフジです。では今回は維新の嵐、幕末志士で土方歳三物語の続きをプレイしていきたいと思います。早速なんですけども、街をブラブラしてですね、情報を集めていきたいと思います。前回、勝海舟とかとね、絶戦を繰り広げたんですけども、持ってる情報量、このゲームの中でいう情報カードの質と量が絶戦の優劣を決するというのがよく分かったので、情報はね、しっかりと集めていきたいと思います。ではいろんなところに行ってきまーす。はい、ですね、浅草で芸者のいる料亭に入るとかなりの確率で新しい情報が聞き出せることが分かりましたので、浅草周辺を散策してたんですけども、浪人たちが襲いかかってきましたので、これをね、倒しておきたいと思います。まあ大丈夫かっていうのはありますけどね、一人なんで。なので誰かを一緒に同行させた方がいいかもしれないな。一人で果たしてこの浪人どもを倒せるのかっていうね。まあまずは一刀のもとに切り殺しましょう。後ろを取ってくるか。やるな。うわ、土方死亡した。ちょっとじゃあタイムリープして戻ってきます。はい、ではまた浅草でぶらつきましょう。で、料亭で芸妓さんから、これ生もぐき事件の賠償金の話ですかね、出てきてますね。こういう情報を集めていきましょう。まあ、芸妓遊びとかね、ちょっとやったことないですけど、今だとどうなんだろう、浅草とかではないですよね、きっと芸妓遊びできるところなんて。京都はね、舞妓さんなのかな、芸妓さんとは舞妓さんの違いも、いまいちよく分かってない、いやお恥ずかしいとこなんですけど、今度は吉原に行きましょう。もうこんな感じでね、料亭に入り浸って金を使って情報をかき集めてます。で、前回はこの吉原出たところで、切りかかられました。危険なんでね、同行者を誰か誘おうと思って司令官の周りをうろついたんですけど、誰も同行に応じてくれそうな人はいなかったので、また一人でぶらついてるんで、もしまた攘夷派から狙われるようなことがあれば、もう速攻で逃げましょう。お、金50枚。さっきのところ松葉屋さんは40だったんだけど、ここは大文字屋さんは50必要なのか。やっぱりこれ格が違う、格の違いがあるんですかね、お店ごとに。タイのゴーゴーバーもそうなんですけど、お店によってやっぱりそのペーバー代とかね、あと女子によって、そのチップ代っていうのが、まあ、違うので、まあ、ここもやっぱり大文字屋さんの方が格式が高い、綺麗な女の子が多い、そういうお店なんですかね。じゃあちょっと他も回って情報を集めていきます。金がかかりますね、情報を買うには。ではまた吉原に入り浸りましょう。勉強をね、少ししていたので、勉強した後はやっぱり街に繰り出して女の子と遊ぶっていうのはね、一番いいですからね。もう本当にこのコロナのせいで旅行に行けなくなっちゃいましたからね。まあ例年だったら何度かお話してると思うんですけど、この時期タイにね遊びに行く時期なんですけど、全く行けていない。だいたい僕だと年に多い時で13回、まあだから1ヶ月に1回以上ですね。少ない時でも年にまあ 3,4 回はタイの方に遊びに行ってたんですけど、もうちょっとそういう状況でもないですからね。
このまま行くと年内はまあ旅行に行けそうな雰囲気はないですし、また冬になるとね、コロナウイルスが流行ってきてもおかしくない季節になってくるので、もう本当に今度いつ行けるのかなっていう感じがするんですけど、それでも GoTo キャンペーンを始めようっていうんだからね、ちょっと微妙ですよね。特にまあ今東京がね、特に感染者が多い、まあ、あと福岡とか九州でもクラスターが発生してるんですかね、まあそういう状況だと思うんですけど、まあそんな中果たして本当に GoTo キャンペーンで、いろんなところに拡散していいのかっていう、まあ、個人的な思いはあるんですが、ではちょっと花札始めるようにしちゃったので、花札やって、勉強してまた戻っていきたいと思います。はい、ジョン万次郎を見つけました。この時はまだ中浜万次郎なんですね。中浜万次郎は開国尊王派か。今土方は砂漠開国派ですね。勝海舟に影響を受けて砂漠開国派になってます。特に彼と話してもどうにもならないのか。勝海舟とね、尊王開国派になっているので、我々が砂漠開国派なので砂漠開国派の人をねちょっと見つけて同じ思いを共有したいなと思ってるんですけど、あんまりいないんですよね、砂漠開国派っていう人が。なのでちょっと砂漠開国派の人を探していきます。さて、もう司令官を出た途端にですね、上位派から狙われています。逃げましょう。一人ではねちょっと勝ち目がないので、いやそう考えると同行者を早くつけたいな。砂漠開国派の人をね、この牛込で探すと、この川路さんはどうやら砂漠開国派の人っぽいですね。なかなかね見つけても会えないことが多いので、片っ端からちょっと砂漠開国派の人を探していきましょう。芸妓遊びをしてたんですが、佐野助からいきなり話しかけられてます。土方さん大変だ、どうした。東堂君と井上さんが出稽古先で何か見たらしい。何を見たんだ。その何かが重要だろう。鈴崎家の奴らゴロツキをたくさん雇って甲州街道へ江戸に向かっている。ほう、これは戦闘になるな。これで鈴崎家の奴らをボコボコにしましょう。隊を二つに分けよう。この辺りからなんかちょっと新選組感が出てきましたね。一隊は近藤さん、もう一隊は土方が率いるという話ですね。第一隊は沖田長倉斎藤。第二隊は、そうなると、山並くん、東堂くん、原田くん、さらに源さんですね。よっしゃ。これでじゃあ、スザッカンの奴らを叩き切りましょう。実はさっきね、上位派の獅子に負けてますからね、歳三はね。まあ、タイムリープして蘇って戻ってきてるんですけど。ではちょっとイベントの方をこなしていきます。さあどうするか。まずは無難に行きましょう。経験値が全然自分に入ってこなかったですが、
東堂平介と佐之助が少しずつ経験値もらってます。なので、この戦闘も経験値積ませたい人中心に戦闘させた方がいいかもしれないですね。まあ、ただ、土方、さっき、切り殺されたっていうトラウマがあるので、あんまり前には出したくないんですよね。ではまた戻ってですね、ここは芸妓さん遊びしていきます。でどうやら1863年今62年の12月なので63年に、まあ、市営館のメンバーをね、京都に行く、そして、三部浪士組新選組を結成するということになっているようなので、もうちょっとしたらですね、いよいよ激動の時代に突入していくという感じになりそうですね。ではまたイベントです。見ていきます。なんか近藤さんがすごい顔してましたけどね。コロリの影響、これはコレラですね。まあ今ちょうどねコロナが流行ってますけど、まあ、当時の一番驚異的な伝染病の一つだったんだと思います、これら。もうコロナに関してはワクチン特効薬が完成してそれが普及しない限りきっとこんな生活がずっと続くのかなっていう気がしますよね。で、老子組の話が出てきてますので、いよいよここから合図に加担する新選組の結成という方向にね上洛していくのかなと思います。
い。というわけでね、浪士組結成が進みそうです。で、2月に上洛するので、まあ来月ですね、今1月なので。ここから一気にゲームが面白くなりそうなので、すごく楽しみですが、今回はここまでにさせていただいてですね、次回またこの続きをプレイしていきたいというふうに思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録と Twitter のフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。